はい、こんにちは。京都ザ洋食屋吉吉、雪村元吉でーす。今日の動画は2022年版オムレツの裏技、これをご紹介いたします。ポイント3つ、これでいいかな、3つ。1つ目、混ぜ方。2つ目、温度管理。3つ目、トントントンの仕方。この3つに分けて説明していきましょう。では始めます。この 2.5 から3個分を使いますね。まず1つ目のポイントです。混ぜ方です。もう消しますね。はい、油を引きましたよ。卵入れましょう。卵ね、卵入れます。全然これでいいんです。練習です。後ろちょっと持ち上げますね。左で前後、右手を回す。これ同時にできたらいいんですが、なかなかね、同時に、できるっていう方が難しいんだよね、これがね。熟練でないと できないので、大概ね、右手をこう回します。そして左手を添えて、この底の卵を中に持ってくるような感じですね。これを練習してください。これしっかり、これダメです。中動いてないですね。これだ、こういう状態です。左手はこういう状態でいいですか。こう前後に動かしてあるんですよ。これを頑張ってください。はい、では火にかけていきましょう。はい、左手前後、右手は回すね。皆さんどっちが得意かな。はい、左手前後保ちながら、こんな感じですね。交互でいいと思います。交互で、はい、はい、右手得意な方ね。そしてこの外の卵を中に落とし込みます。いいですか。こうですよ。いいですか。こうですよ。はい、これでしっかりと混ぜていきましょう。はい、2つ目のポイントに入ってきましたよ。2つ目のポイントね、ヒートアップクールダウンですね。火からもう外してこう一緒に混ぜていきましょうね。こんな感じです。これでいい状態なんですね。はい、そして火から外して混ぜる、これがポイントです。いいですか。こういう状態を作り出します。そして、フライパンのお尻を持ち上げて、ここに溜まるようにします。そしてオムレツの形にしますね。ここから裏技を使います。ちゃんとできる方はここを割愛してくださいね。これからするところですね。この状態で、この状態ですよ。戻します。これ裏技です。裏技ですよ、ね、これ戻します。はい、 OK、ね、戻しました。そして、ここで混ぜます。これ裏技なんです。もうね、火がないのでね、どんどん進んでいかない。より講習会なんかすると本当にね、これね、寄せてる間にも硬くなるね。しかも火の上でやるからすぐに硬くなるね。これが裏技です。そして、ここに流してというところでスタート。はい、卵入れます。卵ね、縫い目でいいです。もう熱かったらダメね。はい、こんな感じ、何にも落としないですね。はい、そして左手前後、まあ左手の方が難しいって言ったらね、右手でしっかり回しますね。ポイント、混ぜ方と、そして、温度管理ですね。この外を中に入れ込みながら、しっかり動いてるの分かりますか。それを補佐するつもりです。これは左手、こういう状態をね、練習してくださいね。そしてそろそろいい状態になってきましたよ。まだですよ皆さんね、火にかけすぎなんです。まだですよ。はい、まだこれぐらいですね。これぐらいでいい感じですね。余熱で火入りますので、しっかりとこの時に混ぜてください。こうね、こうやって混ぜてください。ほれほれ、いい状態になってきた。同じ状態です。そして、今度ね、ゴンベラに持ち替えましょう。ゴンベラに持ち替えてオムレツの形にしますね。オムレツの形にします。はい、そしてトントントン、このリンチョなんですが、はい、ポイント3つ目になります。ここにね、今フライパンの角度見てください。角度をね、角度を見てください。これをこう落とすといいんです。わかりますね。オムレツの形になってますよね。はい、こう落とすともう入ってくれますよね。これを利用しましょう。そしてこの落とした とこをコロンとひっくり返す。いいですか。はい、ここまで上げます。こんな上まで上がってますよ。これ角度見てくださいね。そしてこれちょっとね、はい、できるだけ、そしてこのままこうです。わかりますか。もう一度いきますよ、ね、はい、ここまでこう持ってきます。こうやったらこう落ちます。
ね、そして、この下っ側を引っ付けたらいいだけで、ここで温めます、ね、温めてできるだけ、このコーナーの方に持っていきましょうね。この時のトントンの仕方、これもね、これちょっとあまり上手じゃないですけど、今は、教えながらなのでね、このトントンのなし、ここでトントンとやる方もおります。これ動いてません。温度管理、動かなくなったら火にかける。ここでかけます。終わっちゃったわけね。ここで動きます。ね、まだか。まだですね。これ動きますね、ここでこんな風にやります。よろしいですか。喋りながらやってましたけれども、これはまあもうちょっとね、ぺったんこになっているので、まあ、これはもうこれでね置いておきましょう。はい、ではもう一度これを使いますよ。いいですか。はい、では、裏技っていうのは要するにこのオムレツの形にするために、このボールの中に入れたということですね。ということはこの状態ですね、先ほどと一緒です、ここからゴンベラ、ね、ちょっと今いい感じですね。いい感じです。もう温度が上がってきたので離れてくれますね。わかりますか。はい、そしてこのままですね、これを利用するんですよ。いいですか。こうなります。こういう状態わかりますか、そしたらここで慌てない、ひっつけます。ひっついたらこっちに持ってみます。いいですかね。これで出来上がりということになります。もう一度コロリンチョですね。はい、ここで何回も練習しましょうね、これ一つできたらすぐ食べるんではなし、このひっくり返す練習を何回もしませんかね。こういう状態ね、なんでしたらこの練習もしていただけたらいかがでしょうかね。トントントンコロリンチョね。この卵を向こうにこうやってるだけですよ、コロリンとこういう感じ、ね、はい、ではよくあるパターンがね、これもコロコロコロと転がってくれますけども、これをこちらを使いますね。こちらを使います、こうひっくり返しました。この接続面が、先ほどは下になりました。皆さんはこの横になりますね、ね、こんな状態になります。こんな状態にね、こうなりゃいいんです。こうなりゃいいんですね。こうなってます。これですね、そういう時は慌てずに、なんとかこれで形を整えて、引っ付けるようにしましょうね。ここでこうやってねすることができます。はい、こういう説明で分かったでしょうかね。はい、もう一度おさらいでいきましょうね、ここに書いてあるんですよ。混ぜ方、左手右手、中しっかり動かしましょうね。温度は低めでいいです。そして、フライパンの温度管理ね、操作を形を整えるとかするときは火から外します。そこでやってください。はい、ではトントンです。わかりますね、こう角っこ、この定規を使います。この定規をね、この角っこでオムレツの形にして、そして取ろう。はい、できる方は何もなし、そしてちょっとできる方は箸でこう、ちょっとまだ素人っぽい方は、これでコロリンチョね。はい、全くの初心者の方はこれを使いましょうね。なぜいいかというと幅が違うんですね。これは僕が考案したね、幅が違います。ということはここ抱え込む力が違うということですね、こんな感じで、オムレツをね、楽しんで作っていってください。はい、喋りっぱなしでしたけどもいかがでしょうか。オムレツの裏技、2022年版となりました。ではまた会いましょう。楽しんで料理は作ってくださいよ。プロでもなかなかできない技なんですよ、ね、はい、これであなたも英雄になります。ではバイバーイ。